リチャード・ブランド・リチャード・ブランドは、アメリカ、バージニア植民地出身の政治家である。ブランドは、バージニア植民地議会議員を長く務め、1774年と1775年は、大陸会議代表となった。アメリカ独立戦争の前の植民地における、思想形成に貢献したことで、アメリカ合衆国建国の父の一人に数えられる。 ブランドの祖父セオドリック・ブランドは、最初に、バージニアに移民した世代の主要な家父長の一人で、あり、多くの経類を持っていた。セオドリック・ブランドがロンドンからバージニアに移民したのは1653年であった。セオドリックは、ジェームズ川の包みにバークレイプランテーションを創立した。セオドリックは、バージニア植民地議会議員を数期務め、1660年には、 議長になったこの年、リチャード・ベネット知事の娘・アンと結婚した。アンは1688年に死んだが、3人の息子、セオドリック、リチャード、ジョンを育てた。2番目の子・リチャードが、リチャード・ブランドの父である。父のリチャードは川を遡り、現在のプリンス・ジョージ軍ジョーダン・ポイントの近くに、ジョーダンズ・ポイント・プランテーションを創設した。最初の妻は、 メアリー・スワンであったが、子供に恵まれないまま死んだ。1702年に二度目の妻、エリザベス・ランドルフと結婚し、五人の子、メアリー、エリザベス、リチャード、アンナ、セオドリックを設けた。父も、植民地議会議員を務めた。リチャード・ブランドは、この三人目の子であり、農園を相続し、一生をその農園で過ごした。 ブランドが農園を相続したのは10歳になる直前に、両親が死亡した時であった。ブランドの王子たち、ウィリアム・ランドルフとリチャード・ランドルフが、農園の面倒を見、ブランドの初期教育も見てくれた。ブランドは、ウィリアムメアリー大学に通い、当時の習慣として、イングランドのエジンバラ大学を卒業した。ブランドは、法律の訓練を受け、1746年に、 法廷弁護士の一員となったが、実際の弁護士にはならなかった。ブランドは、1729年3月21日に、ジョーダンズ・ポイントで、ヘンリコ軍のピーター・ポアスレス大佐とアン・ベーカー、ポアスレス夫妻の娘、アン・ポアスレスと結婚した。二人は12人の子に恵まれた。ウィリアム、エリザベス、サラ、メアリー、ルーシー、ピーター、セオドリック、エドワードとジョン。 アン、リチャード、もう一人の詳細は不明である。ブランドはアンの死後に再婚したが、子供は生まれなかった。ブランドはプリンス・ジョージ軍の治安判事を務め、1739年には民兵の士官にもなった。1742年、初めて植民地議会議員に当選した。ブランドはこの職をアメリカ独立戦争中に議会制度が変わるまで続けた。 ブランドは、弁舌がたくましいということはなかったが、考え方や、資料深い仕事ぶりで議会の指導者の一人になっていった。ブランドは、交渉をしたり、法律や条例を形作る委員会に、しばしば指名された。ブランドは、しばしば匿名の著者として、小冊子の作成に関わり、レターの出版を行うようになった。ブランドの最初に広く配布された。 公的出版物は1759年から1760年にかけての議論の結果として生まれたものであり、設立された教会の問題と成功会の聖職者に支払う税の種類と税率に関わることであった。ブランドの小冊子ニペンス法に関する聖職者アテレターは1760年に印刷され、その中で 支払い額の増加と植民地における主教の創設に反対していた。1765年の因子法が植民地中に議論を呼んだ時、ブランドはイギリスの議会が法律を発行することが植民地議会で生み出される法律を妨害するものと考えた。他の者の、特にジェームズ・オーティスが代表なくして課税なしという概念を表明したとされているが、 この立場の考え方は、ブランドの考え方から来ているものと思われる。1766年早くに、ブランドは、イギリスの植民地の権利に関する、質問状を書いた。これは、ウィリアムズバーグで出版され、イギリスでも印刷された。ブランドの、質問は、国王と議会と植民地の関係を制作していた。植民地は国王に従うことで、 植民地は、イギリス人の権利を享受すべきとし、権威と行政が議会とその法律から出てくるという、過程に疑問を投げかけていた。トマス・ジェファーソンは、ブランドの、質問について、この問題に関する見解の正確さについて、言い分のある、イギリス本国との関係の本質をついた、最初の小冊子。祝福された農夫のレターよりも、この小冊子には、 より健全な事項が詰まっていると言った。1774年、バージニア議会はブランドをフィラデルフィアで開催される第一次大陸会議に代表として送り出した。ブランドの質問に表明された多くの県会が大陸会議の議論に道筋を与え、権利の宣言に結実した。1775年にバージニアでも独立の動きが高まり、 従来の植民地議会と委員会に代わる会議体が特別政府として作られた。この年、ブランドは植民地議会に出席し、新しい会議体にも3回期出席した。3月の議会でパトリック・ヘンリーの自由を、シカラズンバシオの演説の後、ブランドはまだ武器を持って立ち上がることに反対し、その道義を否決させた。ブランドは イギリスと和解することがまだ可能であり、望ましいと思っていた。それにもかかわらず、ブランドは安全委員会の委員に指名され、大陸会議代表にも再選された。5月に、フィラデルフィアに行き、第二次大陸会議に出席したが、健康と視力の衰えにより身を引くことにし、間もなく帰郷した。しかし、急進的な面は強くなり、7月のバージニア議会では、 イギリスのバージニア総督団モア教の死刑を主張した。1776年の最初のバージニア議会で、ブランドは年齢と健康を理由に大陸会議の代表選出を辞退した。しかし、残るバージニア議会では活動的な役割を演じた。ブランドはバージニアの最初の憲法の草案を作る委員会に参加した。 新しい州政府のための議会議員が選ばれた時、ブランドもその一員となった。ブランドは、新しい議会で活動中の1776年10月26日、ウィリアムズバーグで亡くなった。11月に遺体が、故郷に戻りジョーダンズポイントブランド家の墓地に埋葬された。バージニア州ブランド軍及びリチャードブランド大学は、ブランドの名前にちなむものである。 ありがとうございます。